はい、こんにちは、サルウィンです。久しぶりの三国志大戦動画。まあ三国志大戦関連なんですけどもね、なぜか KFC って書いてるんですけど、ここ最近片付けをね、いろいろやってたんですけど、そしたらですね、とあるものが出てきました。これね、察しのいい方は音を聞いたらわかるんじゃないかと思うんですけども、はい、こちらなんとですね、はい、三国志大戦のバッジです。しかもあの古いやつ、結構ね、そう、私ね、イベントは結構ね、皆勤賞とは言わないですけど、結構欠かさず行ってたんですよね、昔は。なんでこのね、バッジが出てきましたということでね、もしね、このバッジとか興味ある方がいたらね、多分私がこのまま持ってても宝の持ち腐れになりかねないので、まあ、もしね、興味がある方はね、ご一報いただきまして、まあね、お譲りする形なり、まあお買い上げというかご購入いただく形でもいいんですけども、まあ、なんかね、有効にしたいかなということでね、このまま無駄にしちゃうのも嫌だなっていうのもあるんでね、はい、よかったらぜひ。あとですね、すげえ懐かしいの出てきました。全部あんこ女性。私がね、昔ニコニコ動画で、このね、あんこ女性を使ったターバンとかいう、ターバンっていうシリーズをね、ちょっとだけやってた時があったんだよね。まあ、その時にね、ちょっとあんこ女性をね、まあ、無限回収したんでしょうね。その名残が出てきました。懐かしいです。まあ、今のシリーズにも一応ね、ターバンではないか女性ね、いますけどね。はい。っていうね、感じです。あ、この女性も良ければ。というか、まあ、一応ね、三国志大戦関連は、そうね、グッズというか、まあ、なんかね、まだね、何個かあるんで、まあ、ちなみに私、別に引退するわけじゃなくてね、三国志大戦を引退するわけではないんですが、今あんまりやれてないのも現状なんで、まあね、こういうグッズ系とかね、欲しい方がいたら、価値が分かる方というか、欲しいなっていう、本当に欲しいなっていう方、情熱がある方がいらっしゃればね、そういう方にね、お譲りしていきたいかなっていう動画ですね。まあ、あと一応、三国志大戦 TCG っていうカードゲームがあって、まあ、そのカード、大体もうがっつり断捨離というかね、お片付けしちゃったんですけど、まだ何枚か残ってたりとか、あと昔の三国志大戦のカードも残ってたかなっていうぐらいなんですけどね。あと、その三国志大戦 TCG 関連で、プレイマットとかスリーブとかね、結構まだ残ってるんで、まあ、その辺もし興味がある方いたらね、Twitter で DM なり、YouTube のコメント欄なり、まあ、なんかご一報いただければっていう感じですかね。というわけで、よろしくお願いします。あと、まあ、メールでもいいですね。あとはですね、まあ、イベント関連のお話とかですかね。一応この間は英傑大戦でしたっけ、新しい大戦シリーズの、まあ、お話とかもしたんですけど、軽くね、まあ、ちょっとその辺は稼働してからって感じですかね。ちょっとロケ手は様子見して、まあ、一応セガさんの方でもね、動画出してましたけどね。まあ、一応その辺を見つつ、あとはまあ、ちょっと三国志大戦のイベントというかね、私が主催している第3木曜にやってたね、ほぼ毎月専用大戦、まあ、通称ホマセタというふうに勝手にやってるんですけども、これも最近やれてなくて、まあ、一応コロナがね、落ち着いたりとかしたらって思いたいんですけど、これからオリンピックとかあるんで、まあ、その辺も含めてちょっとまた様子見していきたいかなと思ってますんでね。はい。その辺はまた決まり次第お話ししていこうかなと思います。ではではまたお会いしましょう。次の三国志大戦動画はなんかネタ動画あげるかもしれませんけど、いつになるかはちょっとごめんなさい。お約束できませんけど、またいつか。ではでは。